ナンバー、愛のチャリティーソングが震撼させる。感動の背景とはとべの熱狂的なライブが世界へ羽ばたく。アーティストの皆さん、東京ドーム公演4日間お疲れ様でした。私は実際に公演を観に行くことはできませんでしたが、プライムビデオで見ることができて最高でした。特に演出も素晴らしかったですね。私の個人的なお気に入りは、ナンバー、愛、ね、のゆずいっとみー、での平野くんの替え歌です。 その一節、途中、俺が翔くんですって言っていませんでした笑い。また、令和6年の都半島地震を受け、ナンバー、愛が作詞を手掛けたチャリティーソング、b e o n Your Side も素晴らしい曲でした。YouTube にアップされていたので、たくさん聴きたいと思います。ナンバー、愛の、富士での登場はまさに降臨という感じでしたね。3人のパフォーマンスを生配信で見ることができる奇跡に胸が熱くなりました。 そして、ゴートの会場のボルテージ MAX 感も味わえて、アマプラ契約していて、本当に良かったと思いました。感動のステージで、3人の笑顔を見られて涙が出ました。紫テルくん、騎士くん、シンくん、お疲れ様でした。B-On Your Side も素晴らしい曲ですね。W ユータの掛け合いのところが、本当に好きです。みんな本当に格好良かったですね。正直言って、 ずっとキンプリ時代の曲が聴きたかったんですよね。もう、聴くことはないんだなって思っていました。紫てるくんの、君はシンデレラガール、チルだってね。あと他の歌も、そしてシンくんやキシくんのキンプリ時代の曲も聴きたくて仕方がありませんでした。でも、今日のアマゾンプライムの生配信を見て、なぜかふっ、切れました。もう、前に進んでいるって感じました。なんか本当に良かったです。 年末のカウントダウンも、戸べの皆さんがやってくれたら、良い年が迎えられそうです。お願いします。3時間飽きずに見られましたね。ダンスも歌も短期間なのに、あんなに多いとは思いませんでした。でもやっぱりせいで見たいので、単独で次こそ当たりますように、社長も頑張ったんだろうなと思います。幸せにしてくれてありがとうございました。アマプラの世界同時配信、アマプラに入っていた人は追加料金なしで見られるなんて、 世界を目指す新しい時代を体現した社長の手腕に感服です。やはりエンタメをファンのために、ファンと共に、と思っていてくれる社長が先頭に立って動くことの偉大さを痛感しました。最高でした。三人が笑顔で生き生きとパフォーマンスしているのを見ることができて幸せでした。東京ドームでライブができて大盛況に終わって本当に良かったです。世界への挑戦、応援しています。ナンバー、愛。 言葉を失うほど最高でした。紫輝くん、岸くん、ジンくんがまた帰ってきてくれて、ステージで輝く姿を見て、涙が止まりませんでした。アマプラ参戦組でしたが、絶対に見たかったナンバー、愛のライブを、世界配信してくれて、ファン全員を連れてってくれた滝沢社長に感謝しかありません。応援します。アマプラでリア対しました。登場シーンからの FUJ は、ゴリゴリキメキメでかっこよかったですが、 その後のわちゃわちゃも見れて、嬉しかったです。何より、最後の最後に紫輝くんの口からの、死ぬなよが聞けた時は、もう涙ボロボロでした。最終日参戦できました。最高に楽しい時間を過ごせました。本当に素晴らしい演出でした。和歌かっこよかったです。肉眼で見れた平野陽くん神関でした。ありがとうございます。圧巻でした。すごくかっこよくて眩しかったです。単独ライブも楽しみです。